プレシーズンテスト3日目です。各チーム最後の仕上げとして、どれくらいのタイムを出せるのか ?1 分30秒の壁を破るところは出てくるのかメルセデスは、今までの状況と変わり、どれくらいのタイム順位になるのかアルファタオリ、レッドブルのホンダ勢は、どれくらいのタイム順位になるのか非常に楽しみです。結局、1分30秒を切るチームはありませんでした。ペレスが、 惜しいところに行きましたが、破ることはできませんでした。路面温度が下がる午後に期待したいと思います。メルセデス、ボッタスは7番手と、昨日の1番手から順位を落としています。今回のテストは、タイムを目指したものではなかったようです。やはり、午後のハミルトンに注目したいと思います。ホンダ勢は、嬉しい結果です。ペレスは、周回数は少ないですがトップタイム。ガスリーは、 4番手のタイムで74周。いい結果です。以下引用。2021年の F1 プレシーズンテストが3日目を迎え、午前中の4時間のセッションが終了。セルジオペレス、レッドブルレーシングのトップタイムを記録した。3日間のプレシーズンテストもいよいよ最終日。レッドブルレーシングのセルジオペレスは48周を走行して1分30秒187をマーク。スクーデリアアルファタオリは ピエール・ガスリーが走行を担当し、4番手タイムとなる、1分30秒828をマークした。午後から、レッドブルレーシングはマックス・フェルスタッペン、スクーデリア・アルファ・タオリは、角田裕樹が走行を担当する。2021年、F1 プレシーズンテスト、3日目、午前、結果、タイム。1セルジオ・ペレス、レッドブル、1分30秒187、47周。2シャルル・ルクレール、フェラーリ、 1>, 1分30秒48680周サンランドノリスマクラーレン1分30秒66156周4ピエールガスリーアルファタオリ1分30秒82874周コエステバン・オコンアルピーヌ1分31秒31061周ロクミック・シューマッハハース1分32秒05376周7バルテリボッタス メルセデス、1分32秒406、84周。八ジョージ・ラッセル、ウィリアムズ、1分32秒731、77周。9、君ライコネン、アルファ・ロメオ、1分35秒274、91周。ジューランスストロール、アストン・マーティン、1分36秒10、80周。以上引用、f1 ゲートドットコム。